はい、こんにちは、ギタリストの竹下敦です。本日ご紹介するのはこちら、オルフェイスバレーギターです。取り扱いは、クロス楽器ドクターサウンドですね。ではまず音の方を聞いていただきましょう。禁じられた遊びの前半部分です。ここに基本の全てが詰まっています。でクラシックギターを経験したことのあるギタリストとそれを経験してないギタリストで大きな差があります。例えばランディ・ローズ、彼はね、もともとクラシックのギタリストです。そして日本を代表するギタリストのね、チャーさん、竹中直人も、クラシックギターを経験しています。クラシックギターが弾ければほぼどのギターを弾けると言っても過言ではありません。逆にエレキギターしか弾けない人はエレキギターしか弾けなくなります。なのでクラシックギターはね、まあのことこれ非常に大事なことです。まず第一に、弦のライフがとてつもなく長いです。エレキギターはどうしても、スチール弦なんで弦のライフが短いんですね。まあ私たちは、まあ、大切に使うんで、ね、そんな演奏中に弦を切るほど下手ではないので、弦を切らないですが、まあ切ってしまうことも多いでしょう。でこのナイロン弦と、まあ、このラウンド弦に関してはね、本当にうまく使えば半年ぐらいは使えます。私もこれ今半年ぐらい経ってますかね。これはこれでいい音がするんですよ。新品一撃はあまりいい音がしないんですね。そういうものです。ぜひねクラシックギターを学んでください。エレキギターから始めてもあまりうまくなりません。先が見えてしまいます。クラシックギターを学ぶとその先がすごく大きな道が開けます。ここにはね本当に大きな差があります。ぜひね、クラシックギターを、学んでください。クラシックギターを弾いた後にエレキギターを弾くととても簡単に感じます。なので、ぜひね、クラシックギターを、学ぶことを強くお勧めします。それではギタリストの竹下敦をお送りいたしました。またお会いいたしましょう。